おはようございます速完尺の暗号通貨ニュースです今日はですね新しい病気が発生したということで、えー、私のメールボックスにニュースが届きましたそれはですね暗号通貨取引依存症というこんな病気が あ認定されたとということなんですよね、えー、次は自分が送り人になるんだとかね暗号通貨で稼ぐんだとかね、えー、ギャンブル依存症っていうのがありましたよね負けても負けてもおどんどんお金を突っ込んでしまうとそれに似たようなもう状態でですね暗号通貨依存症みたいなのがついにあるということですね5月の末頃なんですけども,もう A の、えー、イギリスのです、ね、スコットランドにあるキャッスルグレイグ病院っていうところがねこれを、まあ、提唱しだしたんですけども、えー、あ暗号通貨 取引依存症の治療プログラムを始めたと報じられているんですよね。まあ日本では300人以上が送り人になったと。 億万長者にになっったとといいう,ふうに言われているんですけどもちょっと少ないですよね、次は自分が自分がというふうにいつの間にか依存してしまって仕事を放棄してたまったお金を新しい暗号通貨、i c o にどんどん突っ込んでしまったりとかねしてしまうんですけども、あなたの行動は大丈夫でしょうかということなんですけども、毎日毎日ですね暗号通貨の情報が気になるのはいいんですけども、私の、ね、考え方なんですが、 私はまあ、ADA、エダコインの方を保有してますし、これが大きく値上がりするんではないかなと思いますけども、普段、チャートは全く見てないんですよね。情報もはっきり言ってええ気にしていないと。で、なんでかっていうと、値上がりしようが値下がりしようが、2020年までに何もしないって決めてるからなんですよ。2020年にエグジットする時までは、値下がりしようが売らない。値上がりしようが売らない。 経済活動っていうのはそれから自分の収入っていうのはこのエーダコイン以外のところに作っていくということなんですよねさあ皆さんこの辺は大丈夫ですかね XRP も私保有してますけどもこれはまだ買い増しの時期になってますし私 XRP の決済はですねえー、今年中にしようかと思ってますので えー、まあですからねたまに見ることがあります、で追加も今までに3回購入したんですけども自分の計画通りに購入するために計画通りにチャートが動いているかどうか値動きがあるかどうかとか世界のニュースはどうかってことを、まあ、情報収集、情報発信しているわけなんですけどもね、えー、まあ、こういった時は必要かと思います。けどもまあ本当にね、えー 暗号通貨というものに意識を取られるとその時間ももったいなくなってしまいます我々の最大の資産というのは時間ですから時間をですね、えー、無駄に使わないように意識を取られないように暗号通貨とはうまく付き合っていく必要があるのではないかなと思いますよく ICO、まあ e、に参加している方も,もう今月の15日に新しいニュースがあるんだとかね、えー、今月末、来月の何日にこんなことがあるから値上がりするんだとかね 上場は何日なんだだから自分の持っている事前に買ったトークンの値上がりがチャンスなんだっていう風にそれがね心の中に渦巻いて他のことが手につかなくなったりとかですね、まあ、ともすれば、すでに億万長者になったつもりになって、えー、財布の肝が緩んでしまったりとかそういうところにまた ICO の新しい話が来たらそれも買おうかなっていう風になっちゃってですねもう完全にギャンブル依存症に似てるわけなんですよ、皆さん本当に用心しないとあの暗号通貨の専門家として、ね、私も、えー、活動させてもらってますけどもただ、私は。 どういういうに専門家としてのね地位を立っているかというとまあ 咀嚼情報はすするんでけども情報創作はするんですけども、もほとんど一日のうちに意識は抜けてるんですよ、9割ぐらい暗号通貨のこと考えてませんからね、<laughs> だからそのぐらいのスタンスでいいと思いますよ、まさにね、まあ、仮想通貨って言い方をする人もいますけども、もバーチャルですからね、まあ、これは一つの、まあ、アプリゲームをしているような感覚の方がいいのかなと、一日中ゲームをしてたらさすがに大丈夫です、あなたはううに言われると思いますけども、も一日中暗号通貨のこと考えたらそういう風に見られてるかもしれませんからね、ご用心、ご用心でございます。ほど 仲良くくししてていくことが長続きそして利益を上げるコツなのかなと思いますよね、あくまでも暗号通貨は金融派生商品ですからね、暗号通貨ってものが現がれるまでに債券とか証券とか、クレジットデフォルトスワップとかね、興味持たなかったと思いますけども、そういうものを扱っていると。 専門的な金融商品を扱っているってていいるうね、金とかあーコーヒーとか先物っていう風なな、ね、考え方もありますけどもそう考えたらむちゃくちゃ危っかしいことしてるなっていう風な気に。 ななってほしいいと思います。本当に慎重に進めなければ大切なコツコツと働いた月給の中からね取り分けたお小遣いで積み上げた貯金を50万100万っていう貴重なお金を失うことになりますので、ね、そういうふうにならないようにまあたしなむ程度がよろしいのかなと思います全力投球するものではあんまりないような気がしますけどね皆さんどうお感じになったでしょうかそれでは失礼します